cry no more。 約2年半ぶりのオリジナル作品サムシングニューをリリースした福原美穂が2015年12月14日ビルボード東京にてアコースティックライブを行いました。まもなく生まれる新たな命をお腹いっぱいに抱えながらライブをした福原美穂に、自身が新たに立ち上げたレーベルハッピーフィールドレコーズからリリースした今回の新作について伺ってきました。ね、妊娠してね、1週間で本当にその体調がこんなに変わるんだっていうぐらい、なんかこの東京公演を迎えてすごいこう、やっぱ簡単なことじゃなかったなっていうことに気づくっていうね、まあ自分で決めたことなんでね、ちょっと無理せずちゃんとやりきろうっていう、はい。やっぱりこのツアー独特なんですけど、ファーストステージとセカンドステージのお客さんのこう層が変わったりするので、やっぱなかなかこう難しいんですよね。ツアーでも選曲選んだりとかするのが結構難しくて、でも今回は本当にゆったりしたセットでやってるので、なんか皆さんこうゆっくり聴いてくださってるなっていう感じもありましたし、あとは新曲をやっぱり持って今回ちょっとこうツアー回れてるっていうのはすごく嬉しいですね、はい。活動充電期間を持ったことで、多分自分のその本能的な部分とか自分らしさみたいなところっていうのは、時間とともにこう休んでると戻っていくなっていうのはすごい感じて、ですごいフラットになった瞬間に、あ、なんかこう昔の自分じゃないんですけど、あ、こういう思いとか、なんかなんだろうな、まあ、音楽に対する気持ちの部分でのもうよりなんか楽しもうっていうだけの気持ちとかっていう原点の部分には帰ったなって思った時に、よしライブのステージに立とうとか作ろうっていう風にまた思えたっていうのがあったので、まあ10年ぐらい経ってるんですけど、一周してなんかちょっとそういう時間を持つことでフラットになったのかなと、はい、思いますね。Yesterday has passed away。 ずっと待ってた新しい夜明けが荷物を捨てて、見たことのない景色を見るの、ここからどこでも歩いて やりたいことっていうのはもう全曲なんかこう見えてたので、自分の中ではイメージがあって、はい、一応6曲上げたという感じなんですけど、まあでもミラクルがやっぱ起こるので、その人と接することで、なんていうのかな、その自分のイメージがあっても誰かのそのアイデアとか一緒にこう人間関係していく中で
やっぱり会話が出てきたり生まれてくることがあるので、やっぱそれが音楽の面白いとこだなと、はい、すごい今回それは感じました。とりあえず作品が今作ったんですけど、やっぱできるとお客さんの反応とか、まあ、周りの反応もあって、なんか次の作品のもう構想もちょっと あるんですけど、あとまあライブやっぱりすごい好きなんですね。なんかやっぱ自分がこうステージに立ってる姿を子供に見せたいなっていうのがすごいあるので、ライブは多分来年もちゃんとコンスタントにやりたいなと思っていますね。あとはまあ作品もちょっと2年半ぶりになっちゃったんで、あまり開かないように、はい、どんどん出していきたいなと思ってます。